試合前ファンが選ぶ年間 MVP に選ばれたことについてこう年間振り返ってみてどうですか。そうですね、まあ、今シーズン苦しい時もチームとして調子いい時もいい意味で全部の試合出れたので、そこがいろんな部分で評価されたのかなと思って非常に嬉しく思います。久しぶりにこう3バック5バックで臨んだチームの守備についてはどうですか。やっぱいい時間というのはありますけど、やっぱボール握られると前線は非常に苦しくて、まあ、守備は強くなるんですけど、逆に言ったら攻撃に人数を割けないというのがあって、まあ、バランス的には難しいですけど、まあ、その中でもなんとか1点取って勝ちたかったというのが本音です。まあ、今回15位で終えた今シーズンについて総括してみてどうですか。まあ、途中から残留争いになんとか入って、なんとか残留しようっていうのが目標だったので、そこはまあできましたけど、もう少しね一桁の順位で終われればよかったなっていうのがあるので、そこは反省点です。こう1年間通してこうダゾーンで応援してくれた日本のファンの皆さんにメッセージいただけますか。非常にこうタフで、この状況で非常にタフなシーズンだったんですけど、日本にいる皆さんの声援が僕の力にもなりましたし、それが少しでもいい方向にいったんじゃないかなと思います。